日本舞踊のステージで着る訪問着を出すと重大なことに気がつきました。この着物の袖丈に合う白い長襦袢がない。白以外ならあるんだけどね。こちらの訪問着の袖丈は60センチ、一般サイズは49センチです。そこでネットで見つけたこちらの説明を参考にしてぴったりサイズの替え袖を自作することにしました。しかし襦袢用の生地を準備する時間的余裕がありません。そうだ、家庭主婦の生地だというわけで、まずはカーテンの縫い目をビリビリほどきました。そして仕上がり線を決めました。着物の袖よりちょっとだけ短く印をつけました。そして縫い代と袖底分を加えて恐る恐る切りました。裁断したらもう替え袖っぽく見えてきました。縫う前に仕上がり線にアイロンがけをしました。そして筒に縫って袖底と袖口をつけたらおしまいです。超絶簡単。着物と合わせてみて微調整もしました。即興にしてはよろしいのではないかと思います。その場しのぎだから真似しないでね。一重がうまくいったので無双袖も作ってみました。中表にして縫うだけなので一重より無双の方が簡単でした。冬も暖かそうです。舞うほどに栗より打ち見ゆ絹の羽、輝きつやめく白鷺のこと。絹で作成したらこんな感じかなと思って読んだ歌です。おそ松でした。この話にはオチがありまして、なんと発表会では急遽別の着物を着ました。せっかく作ったのに必要なくなったというわけです。よっこし